抱かれてもいい俳優さんとかタレントさんいる？そんなこと聞いちゃうの？いや知りたいじゃない、こんなね、恐縮してさ、ちっちゃく縮こまってんのにさ、うん、こう抱かれてもいいって思う人いんのかなって気になるじゃない？いるの？好きな俳優さんは今ね、おー、誰誰？横浜流星さんと山崎賢人さんです、うんうん、そんなもんね、誰でも抱かれたいんだ抱かれたい、抱かれたいよ、誰でも抱かれたい、抱かれたい、まあよくばいいね、でも正直じゃん、いいじゃん、確かに、あんまりさ、グラドルちゃんのその抱かれたい芸能人の答えに横浜流星さんと山崎賢人さんかかるよねなんかもうちょっと正解はさ、正解は西田敏行さんとか言うの、あそうそう、なんかちょっと年上とか、逆に室津吉さんとか、そうそうそう、大泉洋さんみたいな、あそうね、私大泉さんに抱かれたいって言うもん、うん、私、いい？じゃあいいよ、とも放送禁止法の P が入らない程度の暴露したいゴシップありますか、はい、っていうので、あったけど、みんな週刊誌に撮られています、どういうこと、どういうことこれ、どういうこと、どういうこと、誰と、何で撮られたの、付き合ってるとか、うんうん、そういう話とかは、なんかいろいろ聞いたことはあるんですけど、はい、もうなんかみんなどんどん発表されてる、あ、自分は絡んでないってことね、絡んでない、絡んでないです、あ、先に知ってたの、あ、知ってることとかもちょっとあったんですけど、全部出てっちゃいました、へぇ、あれだ、りょうちゃんはそのナックルズとか読むのが好きってことねそうだよね、そういうこと、その週刊スパとか、そういう週刊誌が好きなんだよね、すごい情報通なのかそうなんだね、逆になんかさ、ともちゃんとかないの暴露できることみたいな、あ、暴露できること、うん、え、なんだろう、ピー入れてくださいよ、はいはい、なんかこの間、あのグラビア撮影するときに、うん、トイレ行って水着着るがいよって思った、そしたらね、うん、ちょっと待って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 待